で、免許もしっかりですね、まあ、普通自動二輪も持ってらっしゃるんで、はい、でたまたまちょっとこっち借りられて、ちょっとこの辺、散策してらっしゃったということみたいなんです。はい。はい。はい。じゃそういうことです。すいませんでした。はい。はい。ありがとうございます。すいません。あ、すいませんね。いやいや、全然大丈夫です。またね、なんか、まだ環状線の内側で難波なんで、うん、多分南に来たら、なんか多分、今までも言われてたん で、多分みんな車も幅寄せするから、うん、でもまあ一応、うん、なんか今 OK というか、今ね結構その出力とかによってでそのバッテリー の圧力とか、うんうんうん、いやそうなんですよ。でこれ一応15キロで小型特殊 で借りてるやつに限ってはいいって僕も呼んだから、うん、一応乗ってはいるんですけど、うん、ただでも右折も小回り右折制とか書いてあって、うん、二段階右折禁止ってこんなんで普通に曲がられへんから横断歩道を押したりしてるんですけど、でもまあ一応全然大丈夫です。こんなん多分みんな見てるから電話してきたろう。そうそうそう、だからおそらくね、また走ってはったらヘルメットとかで被ってはったら、ね、はいはいはい、多分おっしゃらないんかな。はいはいはい、みんな要は原付でナンバーついてんのに、いや普通やったらヘルメット被ってはい、はい、危ないじゃん。はいはいはい、でちょっとそういう形で終わり、通報された感じなんですけど、いえ大丈夫。だから、まあ、できればね、そういうヘルメットかぶってはる方が、まあはいはい、安全っていうか、推奨という意味よりは、はいはい、僕らも自転車でもやっぱり、ね、この時代ヘルメットかぶるようにっていうことで言ってたこともあるんで、まあ、していただこう。いえいえ、わかりました、わかりました。大丈夫、大丈夫。また使う。はい、はいはい、大丈夫です。すみません。いえいえ、ありがとうございます。皆さんこんにちは、メタボです。冒頭に、おまわりさんに呼び止められたのはこの電動キックボードループに乗って、移動してた時に、まあ、後ろから声かけられたんですけれども、まあ、その声かけられた理由が、キックボードをノーヘルで、乗ってる人がおるということで、ちょっとお話を聞かせてほしいということで、まあ、その後これは、電動キックボードのシェアリングタイプのループであるということと、まあ、このループは小型特殊扱いで、ヘルメットは、なしで、で免許も原付ではなく小型特殊になるので、普通自動車もしくは、まあ、自動二輪両方持っているんで、まあ、運転できる対象者ですよっていう話を、させてもらいました。でおまりさんも、このループが多い、まあ、環状線の内側の所轄の人とかだったら割とまあ慣れっこなのかなと思うんですが、私この恵比寿町の付近の、ヨーロベースっていうところで借りて、まあ、そこからちょっと西成阿倍野ら辺に南下していったので、まあ、ループ乗ってね1時間ぐらい移動するっていう人あんまりいないと思うんですよね。で私ちょっと用事があって、で阿倍野区の、まあ、公共機関で行きにくいところに行きたかったんですが、このループのポートの一番南がもうこの、新今宮あたりなので、まあ、こっからちょっと時間かかるし、60分ぐらい乗ったら、ループのレンタル代結構かかるんですけど、まあしょうがないかっていうのとね、まあ、物珍しさも含めて、まあ乗って移動しとったということです。それでこの電動キックボードの、まあ、法改正に向けた動きも最近活発で、2021年の12月には20キロ速度がね、20キロ以下の電動キックボードは、無免許で、ヘルメットの着用も任意 で、まあ、16歳以上であれば、まあ、そういうふうに無免許で運転できるようにしていこうかっていう改正案が検討され始めたというニュースもあって、この電動キックボード界隈はどんどん変わっていくという中で、まあ、今現状はこのシェアリング電動キックボードのループは15キロという速度がリミッターがついていることを条件に、小型特殊扱いでヘルメットなく乗ることができるという、まあ、実証実験を行っているんですが、このヘルメットをかぶらないというのが、まあ、その危ないやんけとか、まあ、そういう意見も確かにはあると思うんですが、ただやっぱり、移動先で乗るときにヘルメットを、まあ、いつも、携帯しとかなあかんってなかなかやっぱしんどいと思うので、
で、まあ、一応話し合った結果、まあ、15キロ速度15キロ以下であれば、まあ、あのヘルメットは任意ですという、形で今実証実験中なので、まあ、現状では、合法で、ノーヘルで運転できると。ただ、そういったことを、そのシェアリングの電動キックボードだったら、ノーヘルで乗っても構わないよっていうことをどれぐらいの人がご存知か知ってるかっていうと、認知度は 10% もないんじゃないかなと。ほんで、特に、このポートが多い環状線の内側ですよね、大阪の梅田とか天王寺阿部のあたりで、難波あたり、それと大阪城公園とか、あと真ん中の中央区とか、最近福島区とか、まあ、この花区のちょっと手前ぐらいまでポートが増えてきてて、まあ、その辺の人とかおまりさんはもうあのだいたい知識とかあの、まあ、ひょっとしたら分かってはるとか、まあ、見慣れてるので通報しないっていうのもあると思うんですが、で今回のように、やっぱりちょっとポートから離れてるところを、走ると、私のように通報される可能性がある、あるということが、まあ、今回動画で言いたいことなんですが、で、まあ、通報されたことに関してやっぱその乗ってる側としても、あ、なんかノーヘルで乗ってたら通報する人なんかいるやろな、でもしそれを、通報されたらおまわりさんもそう確認に行かなあかんわけですよね。で、まあ、パッと見てループやから大丈夫っていう人も、まあ、いらっしゃるとは思うんですが、まあ、中にはわからないと、とりあえずまあ事情を聞いてみようということで今回のように、詳しく聞きたいという方もいらっしゃいますし、まあ、それで止められて文句を言うようであればもうその乗らない方がいいと思うんですよね。あのやっぱお前らも人間やし、まあ、法律もこんなどんどん変わってる中で、まあ、なかなか事実確認するのが難しいですよね。でこの合法やのに、なんでお前なんか俺の時間をなんとか止めてどないしてくれるんじゃとか、なんかこうよく職質とか YouTube で上がってるのも私見るんですけど、なんか YouTube のなんかそういうこう暴力的な映像だけじゃなくて、やっぱちゃんとこう建設的な話をしていくっていう動画もこれから必要になってくるんじゃないかなと思って、私は、まあ時間取ってお話もさせていただきました。あーでもループ借りてる間1分 16.5 円お金かかる5、6分ちょっとおまわりさんに呼び止められてる時だけなんか空中セーフみたいななんかボタンがあればいいんですけど、ちょっとそれは運営側に、問い合わせてみようかなと思います。まあそれは冗談として、まあやっぱりこういうまだまだ出始めの頃っていうのはトラブルがあるんだけど、まあ、これを一つ一つ、乗り越えて周りが理解していってより良き社会を作っていくっていうことはやっぱこれから必要だと思うので、まあ、そのために、この YouTube を使って、私も経験したことを、まあ、配信していきたいし、これを見ていただいた皆様は予備知識として、貯めていって、ね、まあ、なんか同じような処遇にあった時は、まあ、これを思い出して対応していっていただいて、まあ社会が良くなるようにしていけたらなと思いますので、また、ためになったとか、まあ、今後ためになりそうなチャンネルやからチャンネル登録しとこかとか、あとなんか私も同じ思いしたよとかコメントいただけたりとか、いいねボタン、何でも結構ですのでアクションいただけると、モチベーションの維持につながります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた See you!